でも例えばね、僕はあれです、パトリック・ニューエルっていうテデックスやってるやつがいて、彼が今度シングライティ・ユニバーシティを日本に持ってこようかみたいな話をしてて、シングライティ・ユニバーシティって皆さんご存知ですか？3日間でフィーが200万ぐらい取ることもあるっていう、ものすごい、だからそのイーロン・マスクだとかそういう人が集まって G1 シングライティ・ユニバーシティみたいなのあったっていいと思うんですけど、なんかそのエクスポージャー、このセッションもそうなんですけど、ものすごくインテンスなエクスポージャーがあると人の脳とか行動って変わる気がするんですよ。例えばそうですね、吉田松陰なんかが松下村塾でやってた教育なんかそうだと思うんですけど、で僕そこにものすごく興味はあるんですね。つまり、皆さんも例えば3日間何かオンラインでもとにかく何かのコースにアテンドすると、その後の人生が変わるような教育って興味ありません？それを僕テクノロジーでできる気がして、で一つ可能性があるのはね、その、僕ほら藤田さん AI 興味なっておっしゃってましたけど、例えばね、ここにいる堀さんもお好きな囲碁であるのが、そのアルファーゴっていうAI のができた時に、ヨーロッパチャンピオンかなが、そのアルファーゴとやるためにトレーニングして、アルファーゴで人間界のランキングがものすごく上がっていったんですよ。で要するになんかその人のレベルとか知的 なんか水準とかに合わせたダイナミックな、そのカリキュラムの生成アルゴリズムができたら、例えば僕のボキャブラリーサイズって2万5000ぐらいなんですよ。皆さん自分の英語のボキャブラリーサイズってご存知ですか？だいたいネイティブが2万5000から3万5000ぐらいなんで、僕はネイティブの下限ぐらいのところなんですけど、大学卒業レベルで大体6000ですよね。でそのボキャブラリーレベルに合わせたテキスト生成とか、そのオーディトリーな、そのなんか会話文の生成してくれるようなアルゴリズムがあったら、皆さん例えば毎日、例えば10ワードずつ新しいボキャブラリーを覚えられるような英文のインタラクションって可能になると、ちょっとジム通うような感じで自分の英語の能力を上げていけるじゃないですか。だからつまり英語学習で一番難しいのって、ほら自分のレベルよりもちょっと上の難易度の英文っていうのがそんなに選定するのが難しいというか、難しすぎるとやる気なくなっちゃうし、簡単すぎると飽きちゃうでしょ。だからそこら辺は僕すごく興味があるんですよ。その AI 技術を使った非常にダイナミックに生成されるショートタイムでインテンシブな経験、それは僕はね興味あって。